今回は皆様に重大なお知らせがあります。それは数学検定の新しい過去問解説動画のアップを休止しますということです。理由についてなんですけれども、数学検定の過去問は日本数学検定協会様のご厚意で特別に私がいただいていたんですね。本当にご厚意なんですよ。特別にいただいていたものです。で、その過去問っていうのを私が解説動画にして数学検定を頑張っているあなたにお届けしてきたわけです。ただこの度ですね、いただいていた過去問の解説が全て終わってしまったんですね。ですので一旦ここで休止しますという流れになりました。新しい過去問解説動画をお待ちいただいていた方、本当に申し訳ございません。今後についてなんですけれども、これまで、アップしてきた動画っていうのは全てそのまま残しておきますので、ぜひそれはご活用していただければと思います。また、コメントも全部私は見てますので、ぜひですね、合格報告コメントをもらえれば嬉しいなと思ってるんですね。というのも、私は合格報告コメントをもらったらそれを Excel にまとめてるんですね。いただいたお名前とか Q とか、ご年齢とか書いてあればそれを一つのシートにまとめてるんです。で、それを宮古寺ハッピー手帳と呼んで、今303名ですね、現時点で303名の方を、記載しています。それで、100名200名300名といった節目で、合格おめでとう動画っていうのを撮っているんですね。ですので、ぜひですね、今後もその動画は撮りたいなと思っていますので、数学検定に合格したらコメントをくださってですね、それで私が、まとめていって、で、一定数に達したらまたこう合格おめでとう動画っていうのを撮っていきますので、それでみんなで数学検定のモチベーションっていうのをですね、高めていければと思っています。ということで、新しい過去問解説の動画っていうのは休止するんですが、これまで撮ってきた動画は今まで通り見れますので、ぜひご活用していただいてですね、それで、コメントとか合格報告っていうのも今まで通り、私全部見てますので、いただければ嬉しいです。そのコメントを見ることでですね、みんなで数学検定頑張ってですね、みんなで高み合って頑張っていければと思います。以上、重大なお知らせでした。